ニマルハウスへようこそ、園長のゆうきです。この度なんとアニマルハウスゆうきチャンネル登録者数1万人を突破しました。イエーイ。皆さん、応援してくださり本当にいつもありがとうございます。1万人を突破したということなので、何かしようかなと思ったんですけど、何かするんとかではなくて、僕のモーニングルーティーンを公開したいなと思います。起きて支度してペットの世話をして、で仕事に行くっていう流れなんですけれども、まあペットの世話の部分では今回モーニングルーティーンなので、夜行性の動物の例えばモモンガだったりハリネズミとかヤマネちゃんとかは今回登場はしてないです。おねんねしてますので、まあいつかまたなんかの記念の時に、ナイトルーティーンとしてアップできればなと思っておりますので、引き続きアニマルハウスゆき応援のほどよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、僕のモーニングルーティーンをご覧ください。どうぞ。はい、ここからは僕のナレーション付きでお届けしたいと思います。まあ寝るときはこんな感じでね、いつもしばちゃんと寝ています。あー、アラームが鳴ってしまいましたね。はい、ちょっと朝3時50分と早いんですけれども、ここから起きて行動していきます。ちょっとまだ寝ぼけてますね。完全に顔が眠いんだろうな。はい、でね、僕目が悪いんで朝はね眼鏡をかけて行動してます。はい、しばちゃんの匂いを嗅いでますね。起きるの辛そう。はい、というわけで僕の一日はここからスタートです。しばちゃんついてった。はい、まず犬の散歩タイムですね。まあ、柴犬3匹いるんで、柴、白、黒、まあ、同時に連れてっちゃいます。お、自転車。ちなみにまだ朝4時なんで、ちょっと外がまだ暗めですね。行ってきます。でも意外とこの時間、ほら他に犬の散歩してる人とかね、結構朝早いけど犬の散歩タイムなのかもね、他のご家庭でも。まあ 2,30 分散歩して、まあみんなトイレタイム終わったらお家に戻るっていう感じですかね。はい、お家に戻ってきたらワンちゃんたちのご飯タイムです。まだだよ。待てよ、待て、ダメ、まだダメ。もうね、ま、犬をね、朝のこのご飯タイムのテンション高すぎてやられてますよね、僕。待て。ああ、シロちゃんやっちゃいましたね。まあでもみんな食欲旺盛で元気でいいんじゃないですかね。でもさ、すごくない、このみんなの食欲。朝から、僕はねもうほぼね朝はね食欲ない方なんで羨ましいな。続いては朝のコツメちゃん、僕の姿見つけるとテンション上がっちゃって。はい、コツメちゃんもねご飯タイムですね。でこれ僕何をしてるかというと、結束バンドをハサミで切って、まあ、簡単に言うと手作りの水飲み場ですね。かわいい、この手で食べる仕草がめっちゃかわいい、コツメカワウソって。で毎回いたずらされないように新しい結束バンドを結び直して完了。でまあコツメちゃんがご飯を食べている間に下のトレイのトイレの掃除をしていきます。はい、じゃあ続いては猫ちゃんのご飯タイムですね。
うちにはペルシャ猫のステラちゃんがいるので、まあ、ご飯と水をあげていきます。次に、チンチラのお部屋の掃除とご飯タイムですねをやっていきます。チンチラのこの手でね持って食べる仕草がもう可愛すぎて癒されますね。はい、次は、コモンマーモセットお猿さんですねの掃除とご飯をあげていきます。まあお猿さんは以前ね動画でも説明したんですけど、まあ匂いが結構きついので隅々までね念入りにお掃除はしていきます。もう木もトレイも全部消毒して拭きます。で僕がこうやって掃除終わったら、2人してねケージの外に顔を出してきて、ご飯がもらえるって、もうねお猿さん頭がいいから分かってるんですよね。こっからは餌のタイムだっていう風に。でコモンくんとマーモちゃんの大好物のバナナをね手渡ししながら毎朝コミュニケーションをとっていきます。でしっかり水も取り替えて、お、食べてるねバナナ、美味しそう。続いてはベンガルワシミミズクのお掃除ですね。掃除が終わってから、餌をあげていきます。で本日の朝ごはんはうずらなので、うずらをさばいてあげていきます。ベンちゃんもねもう朝から食欲がすごいんですよ。すごいよねこの食べっぷり、見ててめっちゃ気持ちいいもん。でうずらをあげ終わったら、まあ、トレイとトングを洗ってベンちゃんタイム終了。続いてはベタちゃんですね。もうねご飯あげた瞬間からパク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 食べてめっちゃ可愛い。可愛いよねこの魚がさご飯食べてるところの様子、好き。とここでコツメカワウソが連れ去られてます。どこに行くんだ。そうコツメカワウソの入浴タイムです。で僕もねもう仕事の準備もしなきゃいけないので、一緒にコツメちゃんとお風呂に入っていきます。もう起きてからねかれこれ1時間半ぐらい経ってると思うんですよ。なんかこうやって自分の体見ると意外とがっちりしてんだね。コツメちゃんのこの手首に捕まる仕草、得意の甘えんぼさん。
で、コツ目が、浴槽で泳いでる間に僕は、体と頭を洗っていきます。あれ、コツ目泳いでると思ったらこっち見てんじゃん。で、お風呂から上がったらコツメちゃんは自分で体をふきふきタイムです。で、コツメが体を拭いてる間にコールダック用の水を浴槽に溜めていきます。まだ拭いてる。まあ僕も適当なシャツを着て、次のペットたちの、お世話をしに向かいます。と、ここでマカロニちゃん登場。あ、水が溜まったようなのでね、マカロニちゃんの水浴びタイム。はい、コールダック今ね、衣替えの時期で羽がね抜け替わってる最中です。で、お米インコちゃんですね。以前ね、あの凶暴で人慣れしてないっていう風に紹介したんですけど、今ではね、あのこういう風に指に乗ってくれるし、ケージ開けてもパタパタ逃げ回らなくなったし、あの餌取り替える時もなんかおとなしくしてくれてるんで、結構ね人に慣れてくれました。よかったなと。で、次はデグー4匹いますね。この子たちの部屋を掃除して餌をあげて水を取り替えていきます。で、続いてはハムスターたちですね、たくさんいるのでこの子たちに餌と水をあげていきます。で、ちょうどねパールホワイトの小屋取ってたらね、こっち向いてて一匹がうわーって口やんの。これかわいい。で、次はこれパンダマウスか。パンダマウスの、小屋の掃除と餌をあげていきます。これが一つ目のゲージの方かな。で、二つ目の方のパンダマウスのケージですね。あのね、以前動画で紹介した時よりも結構増えました。そしてピーコちゃん、セキセイインコですねの、ご飯と水を取り替えていきます。次は、ミーアキャットのミーちゃんです。お部屋のオガグズの交換をして、それからご飯とお水をあげていきます。ちょろ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 可愛いんだよねいちいち様子見てくる感じ。で、ミーちゃんはねパプリカが大好物なので一緒にあげていきます。はい、これはフェレットですね。もうハンモックがボロボロだな。取り替えてあげなきゃな。はい、まず掃除して、餌をあげていきます。で、続いてはモルモットの掃除と、餌やりですね。で、このコノコ、もう数ある床材の中で僕が一番愛用してるやつ。消臭能力がすごい高い気がする、本当に。お次はスキニーギニアピッグですね。こちらも掃除して餌あげて水替えてっていう流れです。
このブーちゃんのもう食べてる姿がめっちゃ愛らしい。可愛すぎる。でスキニーギニアピックが終わったら、続いてはウサギの、小屋の掃除と餌をあげていきます。掃除してる間は、ウサちゃんはヘアンポをしてます。続きましてイグアナのイグちゃんですね。朝はね、小松菜の葉っぱをちぎってあげていきます。結構な量食べるんでね、まあ、ここで、マルベリーか、この粉をかけてまぶしてあげていきます。で次に双子ヒゲトカゲにご飯をあげていきます。小松菜に、マルベリーまぶして、コオロギを何匹かあげていきます。でヘルマンリクガメにも、小松菜にマルベリーをまぶしてあげていきます。だいたい朝はみんな小松菜をあげていますね。でリチャードソンジュリスも、掃除とご飯をあげていきます。皆さん、どこにこのケージの中にリチャードソンジュリスがいると思いますか？わかります？おもちちゃん、どこにいるんですか？本当に俺最初どこにいるのか分かんなくてさ、はい、実はねこんなところに隠れてるんですよ。でさ、食べる時もさ、餌あそこの柵から手伸ばしてこうやってね横着して食べるんだよ。やばくない？はい、どんどん掃除をしていきます。コールダックの部屋を掃除しております。もうね、いろいろ開始してから3時間近く経ってるので、僕もねちょっと焦ってると思います。やばい、遅刻するみたいなね。でいろいろ掃除してるとね、おがぐずとかね、いろいろゴミとかがね床に落ちてきちゃうので、掃除機がけをしていきます。のコールダックちゃん元気に戻ってきましたね。自分でねトクトコトコトコ歩いてね部屋に戻ってくの。餌があるところが分かってるんだよね。でも僕まだちょっと設置してなかったんで慌てて作っております。で最近は野菜メインであげてるので、小松菜、パセリ、人参、水菜っていう感じですね。そこにズーフードとカルシウム剤をかけて、食べてます。でここで爬虫類にあげてて残った小松菜とか野菜を、モルモットとスキニーギニアピックとウサギちゃんと、ミーアキャットにそれぞれあげていきます。はい、まだまだ終わりません。カメレオンに餌をあげていきます。コオロギちゃんに、カルシウム剤をまぶして、で水は霧吹きであげていきます、ね、動いてるものしか食べないからね。はい、というわけでね、モーニングルーティーンでこれじゃん。ナイトルーティーンとかやばくない？なんか客観的に見てて、あれ？俺今ナレーションしててさ、あ、まだいたまだいたって思っちゃうもん。はい、続いてはルチゴシボタンインコとブルーボタンインコに、餌をあげていきます。まあ、掃除してから餌あげるっていう流れですかね。でここで猫ちゃんのトイレ掃除をしていきます。はい、なんとこの子でラストです。はい、クラウベルツノガエルの、水替えと餌やりをしていきます。はい、朝あげる子たちはこの子が最後かな。はい、本日は金魚を餌としてあげました。はい、ここまでねご覧いただいた通りですね、もうペット中心の生活なんでね、自分のことよりもペットちゃんっていう感じですね。まあだいたい4時間ぐらいかけてやっと朝の、準備を終え、そしてもう喉がカラカラなんですよ。ここで一気飲み、500ペットが一気になくなりますね。これでビタミン摂取しました。なのでだいたい朝はもう飲み物だけっていうのが多いかな。まあ通勤途中にちょっとグミ食べるぐらいで、でここから髪の毛のセットをしていくんですけれども、僕天然パーマで癖が強いんで、なんかね30代になってからムースの方がいいなってことに気づいて、20代の時はめっちゃワックスだったんですけど、はい、こんな感じでセットしています。どうでしたかね、僕のモーニングルーティン、見てくれてありがとうございました。
この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回のライアンもお待ちしております。バイバーイ。